G1 馬3頭、重賞ウィナー12頭、豪華メンバーが揃いました。秋の短距離王者決定戦スプリンターズステークス本馬場入場です。1番、今年シルクロードステークスで重賞初制覇、勢いそのままに一気に G1 取りへ、シバージと吉田隼人。先出しでした。今年に入って短距離に路線変更、ミッキーブリランペは6戦連続和田龍二とのコンビです。こちらも先出し、調教師、馬主の G1 初出走を行えたラビングアンサー、鞍上はこのレース初騎乗の岩田未来。スプリント適性をぶつける舞台、3歳馬ピクシーナイトと全てのレースでコンビを組む福永雄一。サマースプリントチャンピオンのファストホースとスプリンターズステークス初騎乗、鮫島和馬です。こちらも先出しでした。スピードピカイチ、鍵は道中の折り合いにあり、メイケールと初コンビ池添健一。大成ビジョンが一番最初に馬場に出てきました。重賞2勝馬大成ビジョン、初めてのコンビ三浦康生と人馬ともに初の G1 タイトルへ。函館スプリントステークスで逃げ切って重賞3勝目、デビューから11戦連続のコンビ藤岡雄介です。去年5着のクリノガウディ、コンビ参戦2勝の岩田康成を背中に準備万端です。前走追い込んで2着、展開次第で一発あります。エンディングガールと参戦連続コンビ横山和夫、3年ぶり5度目、久しぶりの G1 挑戦、末脚十分ジャンダルムとコンビ2戦目浜中優。春の借りを返すのはこの舞台、 G1 馬レジステンシア、鞍上はこのレース3連覇を狙うクリストフ・ルメール。去年10番人気で3着、今年も侮れない1頭です。アウィル・アウェイは初コンビ戸崎圭とともに史上6頭目の春秋スプリント G1 制覇へ、3着2着、次こそはダノンスナッシュと川田優雅。ギリギリで舞い込んできた出走権ロードアクア、横横の分もまたがるのは6年半ぶり4度目の G1 騎乗田中健。今日も逃げて一番最初にゴール板を駆け抜けるモノスーパーフレアと松若風磨。以上、秋 G1 開幕戦に挑む精鋭16頭をご紹介しました。ここからは有力馬の返し馬を見ていきたいと思います。実況席解説は競馬エイト松本博さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは1番人気14番のダノンスマッシュからお願いします。はい、まあ、ダノンスマッシュは、まあ、ダクは踏まずに、まあ、すぐこうカンタに移ったんですよね。はい、本当にこう落ち着き払った感じがありますし、まあ、中山コースも何回も経験しているんで、もう離れしているというかね、はい、そういうところもあると思うんで、ジョッキーとのコンタクトもしっかり取れてますしね、すごくこういい雰囲気でレースを迎えられるかなといういい返し馬だと思いますね。川崎氏も今が一番強いのは間違いないというふうに話していました。続いて2番人気中山、初めてになりますレシステンシア。レシステンシアもダクは踏まずに、まあ、すぐキャンターに移ったんですけどね、はい、まあ、本当にゆっくりしたペースで軽いキャンターだったんですけど、まあちょっと個人的には、はい、ちょっと 1200m 使うには体がちょっとすっきりしすぎてるかなっていう感じもしないでもないんですけどね。もっと遅い、こうパワー系の方がっていう感じですか。ちょっとこう輸送するとあまり海馬を食べなくなるというところもあるみたいなんでね、まあ、落ち着いてますしね、雰囲気は悪くないですけれども、はい、走りにどう影響してくるのかというところです。はい、3番人気がピクシーナイト、この馬はどうだったでしょう。いや、これ素晴らしい体してますね。あ、そうですか。胸前、あるいは友足の筋肉の張りがすごいですしね。あ、なるほど。福永騎手もね、まあ、かといってそんなにこう馬もね気持ちが入りすぎることなく、ジョッキーと本当に呼吸がぴったり合ってるという感じで、よかったですね、走りもいいと思いますね。はい、以上返し馬をお伝えします。